昨日 CM ファンっていうブログを書いたばっかりだったんで、体験版が配信されるとは思ってませんでしたけど、配信されたんでやっていきたいけど、そのブログで一番重要なことは、その割を、お裾分ける割をやってると、もうそっちの方が頭のストレッチになるんじゃないか、僕の方がビッグブレインにもうなってるんじゃないかって思って、めちゃくちゃ得意じゃないかっていうのを体験版で見せつけれたらなと思ってますけれども、これ歌になってる？始めましょうか。なってないね。なってないね。行きましょう。メインで、もうちょっと早く2人用、3人用、4人用やっていきたいですけど、僕はまたこのおっさんと15年ぶりに、あ、そうや、昨日ブログ書いてて思い出したけど、タッチジェネレーションズっていうやったよね。忘れてた、俺。ゲーム人口拡大っていうだけじゃなくて、タッチジェネレーションズの中の一つや、これ。英語付けとかね。はかりっていうのやったっけ、そっか。いたっけ、スピリッツに。いたな、多分。熟成登録年齢。え？まず年齢？失礼やな。失礼やわ。失礼やし、これそういえばさ、その PV 見てるとさ、ずっと出てるやん。年齢が。だからもう、これ嘘つくしかないよね、僕動画と。25かな。25で行くわ。誕生日は26で行くか。間違えた。26。あ、このスタイルもね、その僕言ってたんですけど、外国の人と通信してる PV な、CM なんですけれども、それがね、めっちゃ似てるんですよね。みでいいやん、もう。か、あつ森でいいやん。あれ？あ、こっちか。設定でいつでも変更できないって。このピクミンブルームーンミーでめちゃくちゃそれが楽しかったりするんですけども、うわー、これもバレていく感じなの？公務員って隠してっていう先輩いたんやけど、めっちゃ嫌や。どうしよっかな。これ嘘ついていい？これも。うん。キャッチフレーズ。褒められて伸びる OM さんみたいなこと？ガラスのハートの OM さんみたいなこと？これ、え、めっちゃいっぱいある。あったっけ？何がいいかな？なんでこんなに種類あるんかな、ここは。え？東京生まれ、ヒップ、あ、そっか、合ってるか。これかな。これね、こんなに細かく、その CM で似て、言ったっけさっき。人種の違いも全てクリアしてて、めちゃくちゃ似てるんですよ、その CM のキャラクターと。キャラクターじゃない、あの女優さんっていうのかな、と似てるで、すげえなと思ってたんですけれども。このヒゲも細かいなぁ。これと、これの違い、ちょっとしかないよ。これにしようかな。で、これは、これか。うわ、なんでこんなに色が多いの？余白。これ。うわ、なにこの多さ。え、こんなにあったっけ？服、ヒゲとか。ヒゲとかの方が多くなるべき。かなぁ。あ、ヒップホップ育ち。で、これは何も被らなくて何もつけないでいきましょうか。普通の人になっちゃった。体験入塾なんで製品版には引き継がれないやって。ほう、そうなんや。じゃあまずはじめにストレッチで軽く。だからね、ここ、お？できんね。これはテストとかは、さっきのツイッターによると3つぐらいしかできないって書いてあったんで。はいはいはい。いや、当店自慢、当塾自慢って言ってた今。けど、割用をやってますからっていうのがあって、そう、上から順番に行きましょうよ。もうめちゃくちゃ多分、割用の方が、緊張感がありますから、そこちょっとね、見ることによって、もうどっちかしか買えないけど、どっち買おうか迷ってる人は割を買えばいいよって言おうかなと思ってるんですけどね。まあでもタッチジェネレーション、タッチジェネレーションじゃない年齢に嘘ついてますけども。ん？簡単は簡単やの？簡単やの？順番に押せやね。順番に押せやね。わかりました。いけるいけるいける。割をのが早い。割をのが早い。いけるね。OK。
ケーキ、アイス。いや先生けど26歳っぽくいけてる。ん？あれ順番じゃねえやん。ちょっと待って、危ない。そっか、喋れん。ちょっと喋れん。ちょっと喋らんとく。むずいわ。いや、むずかったー。ごめん。え、マイナス 72？ え、どういう意味これ。あ、間違えたの僕。ちょっと、わからんかった。最後のクリアで来てないんか、俺。金の計りメタル2ってことは3ありそうやな。撮影ってある。これからも期待してます。なんか期待ってその字で書かれた記憶あるな。でも15年前ですよね、 DS でやってたの。忘れてるけど、まあ、声は一緒やね。ピャンピャンって横やって。ちょっと待って、 よく見て。幼児クラス、初級クラス、これちょっと見方わからんかもしれん。僕最後の問題までいけてないってこと？あ、でもちょっとごめん。ワリオより面白いんじゃなくて、頭のストレッチにはなるかもしれない。ビッグブレインになるか、ま、なれるかもしれない。ビッグブレインってさっき言ったっけ？その言葉使おうと思ってたのに忘れてるかもしれない。製品版のご紹介がいっぱい出てます。衣装を集める楽しさを出すことによって、ピクミンを集めて歩く楽しさと並行して文武両道になろうってことですよね。衣装を集めれば集めるほど脳が柔らかくなって、だから歩きスイッチあればいいってことですよね。あかん、歩きスマホよりあかん。あれ、ちょっと待って、もう横何？お、何これ。こちらを製品版でお楽しみいただけます。記憶はできないんか、数字か、浮かしゃ、行きましょう。あ、3つぐらい書いてありましたよね。あ、こっちじゃないんか。あ、これも PV で見たことあるんでいけると思います。これ年齢何に関係あるの？そういえば。この年齢ならこれぐらいっていうのはリングフィットとかではあるけど、これの場合は嘘ついたのがずっと世界中にばらまかれてて、26歳なのにこいつ、あ26歳なのにこいつ、あみたいなになってるやんみたいなのがバレるってことやろ。ちょっと待って、違うって、スティックの問題やって。これ、あ、スティックでやった方がいいよ。十字キーでしてたけど、ウィーポインターでやりたい、リモコンでやりたいわ。そういう言い訳してるやつって絶対成長しないから、これから言い訳しません、体験版中は。言い訳しそうになっちゃった今。いや、むずいわ。一番下なんなのあれ。最後の問題プラスって、最後の問題までいかんかったってことなのね。さっきは言ったってことなのね。一個や。赤、前座が。全然、ごめんなさい。ワリオじゃ鍛えられてないってこと、鍛えられてない脳筋がある。近く。これもワリオにもありますよね、似たの。あ、でもこれはないな。何これ。ぐるぐるかけって何？はいはいはい。絶対できる、絶対できるって。え？できんやん。こ、むつ。あったっけ、こんな問題。むずいな。
むずかったけど行ったんじゃない今最後まで。あ、あった、超エントリークラスっていうの出るんやって。なるへそ行ったな。これ3かな、3かな、あ、2か。これは3取るのむずいね。3取るともうゲーム性になってきますね。勘、勘じゃあかんねんけど。何これ。あ、次ってそういうことなのね。はい、ちょっと3個やったのかな。ちょっとツイッター見てくるわ。ちょっと待って、今の3つみたいですね。まとめるとワリオでは違う脳みそが鍛えられてるんで買った方がいいと思います。以上です。